新学期が始まってだいぶ経ちましたから、もう子どもたちの気持ち、先生の気持ちもだいぶ緩んできてるんじゃないかなと思います。そこで教師が叱らないといけない場面っていうのが出てくると思いますので、もう一度叱り方の原則について解説したいと思います。以前の動画でも紹介しましたけど、叱れない先生の気持ちっていうのはいくつかタイプがあるんですけど、優しい先生を理想としている先生、人気者でいたい、気持ちがね小さい、これ性格上の問題ですよね。それからね、保護者からのクレームが怖いとかね、いくつかの要素があるんですけども、でも学校生活っていうのは集団生活ですから、で子どもたちはね問題を起こすものですからね、子どもですからね。教師が出ていかなければならない場面っていうのは必ずと言っていいほど出てきます。そして学校は他の子の目というのがあります。この先生どうするんだろうとね。優しい先生でいることよりも、叱らないといけない場面では叱るっていうことが、他の子どもたちにとってはそれがいい先生だっていう基準になる場面というのがあるんですね。例えばもうすぐ委員会活動が始まりますよね。小学校の児童会とか中学校の生徒会で担当の先生が割り振られますよね。その時自分の教室に5年生や6年生の子どもたちがやってきて、何々委員会の活動を決める、まあ、最初は委員長さん決めたりね、役割分担ですよね。例えばこの時に司会の6年生が、それでは皆さん簡単に自己紹介をしてくださいとかって言った時に、それに対して反抗する子っていうのがいるんですよね、高学年になると。それでは皆さん自己紹介をお願いします。無理だから何みたいな感じで言っちゃった子が出たとしたら、その場合担当の先生がそばにいるわけですからね。その場面に出くわした時にどういうふうに叱りますか。これ叱らないとダメですよね、他の子の目もありますから。子供にその叱り役をやらせちゃったら、子供同士の関係がね悪くなりますから、ここは教師の出番ですよね。その時に正しい叱り方の第一声覚えてますか。なんていうか、この言葉、手順、叱り方の手順をね、今回の動画でもう一回復習したいと思います。だから何とかってね、言っちゃった子が出た場合に、今やったこと言ってごらん。もう毅然とした態度で、今やったこと言ってごらん。これだけです。私の場合、今もつけませんね。やったこと言ってごらん。これぐらいですけどね。まあ意味としては、今やったことを言ってごらん。これ言われたら、さっきムーリーって言った子は、なんて言うでしょうね。ここは短い言葉の方がいいんです。伝わるか伝わらないかギリギリの言葉を削って、やったこと言ってごらんって言いますね。無理って言ってしまいました。まあ、最低このぐらいは言うでしょうね。本来ならば、自己紹介してくださいって言った時に、無理って言ってしまいましたっていうのが、まあ、正しい答えなんですけどもね。まあ、無理って言ってしまいましただけでもいいことにしましょう。無理って言っちゃったとかっていうね、軽い言葉、タメ口だったらこれは言い直しさせますね。正しい言葉遣いで言ってくださいみたいな感じに追い打ちをかけますね。で、この問題は中身ですね。第一線の中身、何を要求したかってことですね。これは報告です。やったことを言ってごらん、今やったことを言ってごらんっていうのは、報告しなさいっていう意味なんですね。もしこれ社会に出て、まあ会社で働いていたとしたら、なんかね、悪いこと、不祥事を起こしたとしたら、上司は報告をまず要求しますよね。それと同じです。やったことを言ってごらん。報告しなさいということですね。もう決断は下ってるんです。ダメなことをしちゃったっていう事実はもう起きてるわけですから、報告だけでいいんです。報告。無理って言ってしまいました。これが場面1ですね。それに対して、今どうしますかって言います。これが次の言葉です。2つ目です。どうしますかでもいいですけどね。このどうしますかのは、今どうしますかっていう意味なんです。そうすると子供はどうするかというと、今度から気をつけますって言ったら、これは間違いですよ。今どうしますかですから、今度からの話じゃないですからね。そういう時はもう一度、今どうしますか、今を強調して言いますね。そうすると子供はハッと気づきますね。謝ります。これその場にいるみんなに対して謝らないといけないですね。そういう態度をとってしまったんですから、特に
院長さん、司会の子に対して謝らないといけないですね。そのことに気づかせるということで、それが今どうしますかということ。これは叱り方の何に当たるかというと、謝罪をしなさいということです。迷惑をかけた人に謝罪をしなさい。これが今できることなんですね。すぐできることなんです。これは社会に出ても同じですね。ごめんなさいって謝ります。謝らせます。その次です、三つ目。ここで今度からどうしますかっていうのを言わせるんです。今謝って終わりだけじゃこれはダメなんですよ。反省にならないんですよ。今度からどうしますかっていうことを、今度からどうするかっていうことを自分で述べることが反省なんですね。ですからそれを言わせます。今度から気をつけます。もうしませんだったらこれ、ね、嘘になっちゃう可能性があるので、それは言い直しさせます。絶対もうしないって言えるんですかって言ったら、ちょっと言葉に詰まっちゃいますよね。今度から気をつけますでいいんですみたいな感じで、まあ導いてあげますね。で、とにかく言わせる、反省させるってことが大事です。で、最後ですね。このことはこれで終わりにします。終わりですっていう宣言をしますね。もうこのことについては、今報告、謝罪、反省をしたことで終了ですよっていうのを教師が宣言してあげる。で、もう引きずらないってことですね。これはその場にいたみんなにも、もうこれは、このこと、今のことはこれで終わりです、いいですね、みたいな感じで言ってもいいと思いますね。どうですか？これでクレーム来ると思いますか？おそらく来ないですよね。来たとしてもね、負けませんよね。周りの子供たちが見てますし、納得してます。先生の叱り方は、全然問題ありませんでした。素晴らしかったですってなりますよね。本人たちにしても叱られてる場面というのは、これ時間にしたら30秒ぐらいですよね。あっという間に終わってますよね。叱られたというよりはむしろこれでこのことは終わりですって終わりにしてもらったっていう感じですよね。ですからもうこの手順、ステップの 1,2,3 は社会的な常識ですから、これはね、この叱り方をして何も問題ありませんし、4つ目の宣言によってこのことはもう終わりですって言ってあげたんですから、クレームは来ないはずです。もし来たとしてもこれ絶対負けませんね。他の子たちも見てますしね。だからこれは正しい叱り方。正しい叱り方っていうのはそういうことなんですね。公の場に出ても負けない叱り方っていうことです。この4つの段階、ステップと、それからどんな言葉、指導言で子供に対するかっていうことを、そうですね、頭の中でね、なかなか記憶することは難しいと思うので、どっか教務手帳にメモしておくのでもいいですし、叱り方については今日の動画を参考にしていただけたらと思います。今回は以上です。